1、2、3、お願いします。はい、皆さん拍手で。はい、今年の一文字は地、大地の地ですね、地にいたします。これまで初、ね、こうときましたが、続けて読むと根を発し地を起こすという意味合いもつながるということになるということです。今年の干支は十二支では実、冬眠していた蛇が地中から這い出してくる章を意味する文字です。今年は九州に終わりを告げ、目覚めの年にならなくてはなりません。福島県にとって今や大地こそが復興の要と言えるでしょう。除染や農業復興、あるいは子どもたちの生活環境にしても、すべて地との関わり合いといっても過言ではありません。今年は十干では水の戸にあたり、万事を処理するための道筋をきっちり立てるべき年です。水の戸、この測るという文字は一気の気とほぼ同じ意味ですが、一気というのは無謀な要求や反乱なのではなく、あまりにもおかしい基準が自然に強制される動きなのです。福島県民が一丸になり地に足をつけて一気をすべき年なのかもしれません。七転び八起きのだるまのように、町民の皆様や関係者の皆様と手を携えて粘り強く立ち上がり頑張ってまいりたいと考えております。2013年三春町のだるま一丁を記念いたしまして、福島県頑張れのコールをいたします。皆さんよろしくお願いします。頑張れ、どうもありがとうございました。